で東京都港区みたい4丁目にある4階建てのテナントビルである建築物。1981年春行。1998年8月10日に店舗統合のため廃止された旧朝日銀工業乱坂支店の建物を改装し、ほぼ日刊糸井新聞を主催する東京糸井重里事務所が入居。これを機に糸井重里がビル名を 明るいビルと正式に命名。地図にもこのビル名で掲載されるようになった。しかし、2005年11月で、東京糸井重里事務所は退去。その後2006年末までは、プロ野球選手の清原和弘などへのトレーニング指導を行った、ケビン山崎が主催するジム、トータルワークアウト1号店が入居していた。耐震補強が必要なことから、 トータルワークアウトの退去後は空きビルとなっていたが、2011年1月末をもって現行の基準法に適合した耐震補強を完了し、社団法人東京都建築士事務所協会による判定書及び表彰書を取得。2011年2月より、新学塾のサピックス小学部が白金高縄校として1から3階に入居し、追って2014年より、 サピックス個別指導プリバードが4階まで使用したため、事実上1等ビルごと利用することとなった。ありがとうございます。